まるたかチャンネル。どうも、まるたかまなみです。今回はモーニングルーティーンを撮りました。まずね、朝起きて水で顔を洗って、すごいちょっとひどい顔してますけどすいません。んで、除滴のシートで顔を拭きます。そしたら次、化粧水ですね。化粧水をちょっとたっぷりめに塗っていきます。パンパンパン。はい、そして歯磨きですね。揺れてる揺れてる。化粧水を浸透させてる間に、あ、そしてコンタクトを入れますね。そう、私目が悪いんですよ。で、乳液、そして化粧下地、日焼け止めが入ってるやつです。塗ります。うん、すっごい塗ってる。え、待って、すっごいカットされてる。大幅カット。あのねすごい今人参いっちゃってますけど、その後にね、クマを隠して、ファンデーションして、眉毛を描いてリップだけしてます。だいたい外出ないっていうか、後で公園行くんだけど、誰にも会わない日とかは、そんな感じです。で、今人参を切って、大根を切っております。だいたいいつも、子供も同じの食べるので、ちっちゃめに切ってます。そして白菜ね、白菜をザク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 切っております。で、これは、あ、パンが焼けましたね。で、卵焼きができた。ペロリ。うちの、卵焼きは甘い卵焼きです。母がそうだったので。そんで、あ、カキと娘が起きてきましたね。すごいなんか嬉しそう。カメラ直して、はい、映ってますよちゃんと。そしてグリーンスムージーを作ります。これちょっとイメージモデルさせていただいてるんですけど、だからっていうわけじゃなくて、本当に美味しくって、マンゴー味なんですけど、最近は毎朝これです。貧血気味だったんですけど、これ飲んでからだいぶ良くなって、すっごい振ってる振ってる。なんか歌ってるかもね、これ。結構ね、歌ってること多いんだよな。あ、そして朝食タイム。どうしたどうした、何喋ってんだろう。だいたいね、カキと喋ってるのはもう娘の話。もうだいたい娘の話。それめっちゃ見てるし、二人とも。いや、最近娘が面白すぎて、ほんとなんか床にチューしたりとか、なんかほんとどうでもいいことなんだけど、めちゃくちゃ面白くて。で、私はグリーンスムージーのみですね、朝は。なんか最近太ってきたんで、今置き換え中です。どうしたどうした、カメラに娘が気づいたのかな。なになに、ごくごくごく。あ、来た、娘が来ました。あ、キウイ、キウイあげないでって、後で食べるからって。ね、娘のご飯は後でです。そして、私が見てないところで、ちょっとヨーグルトを食べるところを見せつける攻撃ですね。あ、いらっしゃい。はい、いらっしゃいした後すっごい走るのはい、それで娘のご飯は牡蠣と一緒ですね。最近はちょっと楽になってきた、同じで良くなったから。で、ご飯中にいつも髪の毛を結んじゃいます。
ご飯中じゃないと静かな時がないので、だいたい一つ結びか、まあ、二つ結びぐらいかな。縛って結んで湯あいてあげています。で、そう、もうご飯の時すごいんだから、食べこぼしっていうのは、まあ、しょうがないんですけどね。あ、何？すごい怒ってるお皿を洗ってるんですけど、リビングで娘が遊んでいるので注意してたのかな。で、リビングで夢中に遊んでくれてる時にダッシュでお皿を洗います。で、ダンスしてる。ダンス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 、まあ、だいたい娘と YouTube を見ながらね、まあ、私の方が激しいんだけど、よく娘に白い目で見られております。はい、揺れてんね、揺れてる。ゆら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 、結構ねハードなんですよ。私の方がハーハー言ってる、いつも。あ、お外行く？公園ね。公園行く？公園大好きだから。で、なんかテレビにバイバイしてます。公園行く人？公園行く？じゃあちょっと用意しよっか。以上、モーニングルーティンでした。公園に行ってきます。もうね、ベビーカー乗って待ってるの。バイバイ。Yeah.